こんにちは。こんにちは。谷正樹です。はい、あっという間に2022年になってしまいました。はい、なってしまいましたね。はい、早かったですね。まあね、このコロナ禍の中、まあおかげさまでこうソーシャルディスタンスっていうのもあったのか、ね、ゴルフの、まあ、コースやら、まあ、そういうゴルフ業界は比較的、まあ、潤ったって言い方もちょっと言葉が違うのかもしれないけれどね、あっという間でしたね、はい、本当なもう何とも言えないけれど、はい、あっという間でした。はい、そんな感想はどうでもいい。いえいえ。はい、はい、早速なんですけれども、はい、まあ、今年、まあ、ゴルフブームがかなり来てるような感じなんですけれども、そうですね、はい、で今年本気でゴルフが上手くなりたいっていう方は結構多いと思うんですけれども、はい、まあ、実際のところ何を練習したらいいんだろう、ね、練習の内容ってどうやって決めたらいいんだろうなっていうことで、結構そもそも何をしたらいいかわからないっていう方は結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、こういった部分に関してプロゴルファーの方であったりとか、あとコーチから見てどういうふうに練習のテーマとか内容っていうのは決めていけばいいのかなというのが聞きたくて、今日は質問をしているんですけれども、いかがでしょうか。いい質問ですね。向上心の塊ですね。私が思うのは、まあ、なんて言ったらいいんだろうな、こう全て一緒だと思うんですよ。いわゆる例えば恋愛とかもう何に関しても基本的にはワンランク上に上げるためにはゴルフの上達も基本的に全てのことと大体一緒だと思うんです、まあ、会社とか仕事でもそうですよね。例えば得意分野と苦手分野っていうのが必ず人にはあると思うんですよ。でその得意分野は得意分野で維持しながら少しずつこうもっと磨かれていけばいいかなっていうふうには思うんですけれども、どちらかというと苦手分野、この苦手分野をどこまで底上げしていくかっていうのがテーマなのかなと。例えば恋愛にしても、あ、なんかあの人に好かれたいなと思って、あの人が好きなことって何なんだろう、あの人が好きなこと、ここが僕は足りないな、私は足りないなっていうところをやっぱ磨いていくわけじゃないですか。そうすると相手にも好かれるわけですね。好かれる可能性があるわけですよね。仕事でもそうだと思います。どうしてもここの分野だけが苦手だなと思ったら、そこを上げることによってその会社自体が上がっていくんじゃないかなっていう、まあ、ちょっとごめんなさい、そんな私が言うのもちょっとおこがましいかもしれないけど、まあ、そういうふうに思うんですね。でこれゴルフも一緒で、例えばご自身の、まあ、去年1年間回った、まあ、スコアのデータ、例えばスコアはまあいく、例えばじゃあ90回だったで、パターは全部でパット数が34パットだったとか、まあ、そうやって意外とスコアとパット数は結構皆さん出てると思うんですけど、フェアウェイのキープ率とか、あとはその、まあ、いわゆるパーオン率とかですよね。でそういう、あとバンカーからの寄せワンみたいな、そういうデータをちゃんと細かくまず出してますかという話なわけです。で何が言いたいかというと、私が今見させていただいている契約プロ含め、まあ、契約してないプロも結構何かいるんですけれども、その方たちの、まずやっぱそのデータ取りをまず先にします。何が足りないのかで、それに向けて今度はそれをじゃあ今度底上げしていこうかというふうになっていくわけですよね。で例えば、そうですね、もう明らかにもうティーショットが曲がってフェアウェイキープ率が悪いなんていう場合は、やはりこうドライバーとかで、ドライバーのその大きく曲がってしまうのはじゃあどっちに曲がっていくかっていうところを分析して、そこを徹底的にまずは、直していくっていうことで、また考え方としては、いやもうどうしてもそういう時はレイアップの方法もまず一つ一案としてあるよなっていうふうな考え方で、例えば、5ウッドとかユーティリティとかでティーショットを打つ練習をしとく。そうするとコースでいきなりね、あなんかこう狭いから、いや曲がるの怖いからユーティリティで打とうっていきなりあんまりやったこともないようなことをやってもなかなかうまくいくもんじゃないんです。例えばその時に、あもしこれで曲がっちゃったら、ユーティリティ持って曲がっちゃったら、なんかどうせ曲がるんだったら先の方までドライバーで打って曲がってる方がいいなみたいな、そういう考えに今度なっていっちゃうので、レイアップするクラブを練習しとくとか、
あとは例えば、まあ、セカンドでパーオン率が悪いって言った時に、じゃあパーオン率ってその時例えばダフリ気味でこいつもショートするのかなとか、例えば左に緊張した場面になると追い込まれると左に引っ掛けちゃうなとか、そういうパーオンをしない状況でも何によってパーオンがしていないのかっていうのをさらに掘り下げて分析していくと、そうするとおのずとそのパーオン率も上がってくるっていうパターンと、もう一つのパターンとしては、先ほどと同じようにレイアップと同じように違うパターンも練習しておく。何かというと、まあ、グリーンを外すわけだから、グリーンを外れた時に、どうしたらアプローチで寄っていくかなっていう、自分はじゃあそこのアプローチをもうちょっと磨いていこうとかっていうふうにまず分析ができると思うんですよね。一番私が思うの良くないのはその日の練習場でのショットを調整する人っていうのは私は一番 NG だと思うんです。テーマに基づいてちゃんと今年1年何をやろうかっていうのをこの冬の間決めて、まあ多分コースもね寒いから行きづらいと思うので、冬の間に何をするのかっていうのをまず決めてデータ分析して、で足りないものをこう磨いていくっていうふうにしていくといいかなと。でそれがプロゴルファー、私が見させてもらってプロゴルファーたちにこうやってもらう。だから初めね、例えばプロとかも初見っていうか初回で来てもらった時に一番初めに40分一枠でもうアマチュアの方と同じように一枠でやらさせてもらってるんですけど、その枠でね初回は初めスイングこう見て、でもう結構ディスカッションして、ほとんどね修正初回はあんましないかな。もう徹底的にね話します、何が足りないのか。あとね結構必ず聞くのが目標です。目標ですか。目標、ちょっと話長かったですか。いやいや全然大丈夫ですか。すごい、いやありがとうございます、恐れ入ります。もうよくなかったですと言わないもんね。でそう目標が決まらないと練習の内容も決まっていかないんですよ、これ残念ながら。なるほど。そう、例えばなんだろうな、僕はシングルになりたい、しかも片手ハンディ5以内ぐらいのシングルになりたいっていう、すごいまあアマチュアの方としての一番最高のステータスラインがありますよね。でそこにそのゾーンに入っていくには、例えばじゃあそうなってくるとバックティーから打つ確率がほとんど多いわけじゃないですか、ティーイングエリアが。でそれなのにドライバーが220しか飛びません、230しか飛びません、じゃあこれ戦えないわけですよ。そうなってくると、じゃあドライバーをもうちょっと飛ばさなきゃダメですよねとか、いや自分は私はもう90平均ぐらいでいいんです。でただ90平均っていうと意外とあれですよ、前後90ぐらいだと、ね、前後7、8打は全然いきますからね。例えば90だとしたら82、3から97、8ぐらいまで全然普通にいくので、まあ、そこら辺はちゃんとね平均を取っていただいてお願いやってほしいんですけど、そうでその自分が例えば90ぐらいで回っていいってなってくると、ティーイングエリアも、まあ、レギュラーティーを使うことが、まあ、結構多いと思うんですね。でそうなってくると200、230でも、まあ、戦えちゃったりとかも全然すると思うんですよ。なので目標がちゃんとしていない と、そのやるべきこのスイングの、まあ、修正ポイントももちろん変わってくるし、例えば内容も変わってくると思います。でよくプロみたいにこうやって振らなければダメなのかってなった時に、これ例えば100前後ぐらいでスコア回りたいっていう方だったら、そんなプロみたいにめちゃくちゃこう綺麗なこうスイングをこう作ってよっしゃーなんていうのもそんな別に必要ないんですよね。ある程度球が当たればご自身のスイングを固めていけば変わっていく。ところが例えばじゃあその時に最近なんかはね携帯でこう動画が見れますから、で動画をパッてこう自分で撮ってみた時とかに、いやこのスイングで90ではちょっとやだよなって思った時に、あじゃあスイングも変えて綺麗にしていきましょうかっていうふうに、まず言えば目標ありき の、 スイング修正練習の方法だと思うんですよね。だそこら辺をちょっとこう、していただけると嬉しいなっていうところですよね。なるほど、ありがとうございます。いやいや、とんでもないです。これは、一人でもできるものなんでしょうか、それともなんかこう誰かに見てもらった方がいいとかっていうのありますか。そうですね、
いい質問ですね。これはでも正直やっぱりお一人で例えばメニュー決めがこう何が悪いのかが分かんない、例えばスイングなんかも綺麗だけどコースに行くと球が曲がるっていうんだったら、やはりコーチをつけてコースレッスンとかでその曲がった現象補助を見ないと、これね直しようがないんですよ。もちろんある程度ねこう話してこういう時にこうなりますって言ったらこうなるのかなって多分コーチの方たちは考えると思うので、それでもある程度いくんですけど、ただ僕からしてみるとこれは確実に 100% 当たってるとは僕は思わないんです。だ例えばプロゴルファーとかもいいスイングしてて球曲がんないけど試合行ったら曲がる、だけどじゃあ逆にこの試合で曲がらなかったとしても優勝争いで曲がるってなってきたら、やはりその優勝争いしたところのスイングを見ないと本当のミスの原因っていうのは僕は分かんないと思うんですよ。なのでご自身で もちろん分析して分かればいいけれど、もし分からないようだったらまあ、コーチについて例えば練習のテーマを、まあ、作ってもらう、でそれでそれを1週間に1回なのか2週間に1回なのかチェックしてもらって、で上がっていって、である程度ねこうスイングがこうベースができてくると、もうそこまでこうすごい見てもらわなくても意外とこううまくいくものなので、まあ言ってもでも月1は見ないとちょっと危険かな、アマチュアの方だ特に、うん、っていう感じですかね。はい、ありがとうございます、はい。自分の現状を知るためにも、まあ、やはりコーチをつけるっていうことはやっぱり重要なことでもあるっていうことですね。そうですね、最悪こう客観的にやっぱカメラでこう、ね、あの動画を撮っていって、自分の己のスイングをこう見ていただくっていうのがもう最低のラインかな。自分を知ることが上達への、まあ、近道というか。そうですね、自分を知らないと変わっていかないですもんね。ありがとうございます。とりあえず皆さんぜひ参考にしていただければと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。